どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで続きやっていきましょう。ね、マイメリーメイビー、太陽はすでにその姿を赤く染め、空から消える準備を始めていた。漁港の倉庫に仮設されたラボに向かう俺の姿、そしてその影が長く地面に伸びていた。その影がいつもよりも濃く、そして俺の足に粘りつく。気持ちの問題だろうか、その原因はわかっている。影の濃さはいつまで経っても結論を出せない俺の心情。その粘つく重さは、できれば問題を先延ばしして面倒なところ、ことから逃げ出したい弱さ。そんなことをしていても何も変わらない。だからこそ今日レウちゃんを一人で迎えに行くのだ。とりあえず彼女と話す。そして自分の中にわだかまっている何かを解消する。まあなんとかね。いつもならここに着いた途端にノックする。錆びて、少し傾いた感じのすると、鉄扉の前に立つ。最近なんか、舌が回らないんだよな。何気なく倉庫を見上げる。外の喧騒にかけされて、どことなく頼りないその建物から何も聞こえてこない。思い切ってそのドアを叩く。お、やっぱりいた人。おう。今日は少し早いじゃないか。ええ、迎えに来ました。そうか。殊勝なことだ。それ、どうもこの男の人を食ったような態度が鼻につく。本能的に警戒心を抱かずにいられない。とりあえずお茶でも飲むか。強兵様特製のカフェイン30倍のエスプレッソなら入れるぞ。中毒で死ぬわ。いえ、気持ちだけ。そうか。眠気なんか一発で覚めて仕事ははかどるぜ。強兵さんはいつものように少し軽い調子だった。それとは違って倉庫全体は新しい雰囲気に包まれている。見渡すと彼以外のメンバーはしきりに周囲のマシンの調整をしていた。これじゃまるで彼らが初日にやってきた時のマシンセッティングのようだ。そして一番違和感があったのは、俺がやってきてもレウちゃんの声が全く聞こえないことだった。何かあったんですか？そう見えるか？ええ、それにレウちゃんの姿が見えない。まあそうだよな。この有様を見れば誰だって気づくか。ん？もしかして、あの子の体に何か？慌てるなよ。ほんと、そういうところはそっくりなんだから。え？今日は力勝負だったんだよ。力勝負？ああ。レウのスペックと、俺たちのマシンスペックとの力勝負。その結果が、これだ。負けたな？そう言ってため息をつきながら彼もまたりを見回す。ニュアンスはどことなくなったが、正確には把握できない。レウを制御している旧式 OS に対して、うちのハイスペックマシンが完敗だ。はあ。ここまで壊されたなら、始末書じゃ済まないかもな。なあ、逆にすがすがしいと思わないか。俺は唖然としながらその壊されたマシンの群れを見た。レウちゃんが潜在的に持っている能力。まざまざと見せつけられる彼女の秘めたる力。これって昨日のミーティングで言ってた。ああ、何者かがレウに与えた能力だよ。はあ。自己防衛本能とでも言うのかな。情けないことに、俺が構築したセキュリティよりも数段上だ。なんだろうな一体。それでレウちゃんは無事なんですか？安心しろ。彼女は。あそこだ。ん？強兵さんはゆらりと指さした。それはこの部屋の中央に鎮座しているレウちゃんのための処置ベッドだ。俺はベッドまで駆け寄り蓋を開ける。そこには物憂げに横たわる彼女の姿があった。おお、レウちゃん？あ、ヒロト君だ。おお、どうしたの？大丈夫？ちょっとレウ、頑張りすぎちゃった。レウちゃん。どうして？え？ヒロト君、どうしてそんな心配そうなお顔してるの？いや、それは心配だからだよ。大丈夫だよ。ちゃんとお家に帰って、美味しいお夕飯食べるんだから。だから、ね。そんな、泣きそうなお顔しちゃ、ダメだよ。彼女の頬に触れ、唇に触れ、これ以上喋らなくてもいいとアンに伝えた。そして怒りをぶつける相手に向き直る。強兵さん、彼女に何をしたんですか？
さっき素人のお前でも分かるように説明したつもりだが、こんなに弱ってなんでそこまでするんですか。勘違いするな。改めて言うが、これはレウを救うプロジェクトなんかじゃない。彼女じゃない。彼の言葉はある種の重みを持ってこの空間に吐き出される。それに触れた全てのものが凍りつく。マシンの復旧に全神経を集中していた彼の部下たち、その言葉を吐き出した張本人の渡瀬恭平、そしてその言葉をぶつける標準のこの俺。このプロジェクトはプロトタイプアルファがなぜこのボディにリロードされたかの原因を探り、今後二度と同様のバグを出さない方策を立てるためのものだ。くっ、いや、くだよ。これはまさか事前授業でこんな仰々しいことをやっているとでも思ったのか。それとも俺たちがレイを出しにして観光に来たとでも、昔の開発した試作品と同窓会でも開こうとでも。渡瀬恭平、岸森君、そこまでにしよう。振り返ると車椅子に乗った老人が俺を見つめていた。彼の息子と違うベクトルで、その声は違うベクトルでその声には何か気をされるものがある。恭平、少しは他人の痛みを学習しろ。了解。ひもりくん、また彼が出現したな。すまない。どうしてですか。どうしてレウちゃんにここまで過酷なものを背負わせるんですか。あなたたちはレウちゃんに心がないとでも思ってるんですか。この子の気持ちを無視続けて何とも思わないんですか。老人は押し黙る。俺は一気に幕下で息を切らせる。そして一時的な激高が収めるのを図ったかのように彼は話し始めた。ひもり君、君を傷つけるかもしれないが、恭平の言うことは間違いじゃない。納得できません。だが真実だ。悲しいまでにな。だがこのプロジェクトによって人類がまた飛躍する足がかりが得られるかもしれない。そんな大層なお題目なんか今は関係ないでしょう。ここで今生きているレイちゃんの命そのものを軽視しているあなたたちが許せないと言ってるんです。そのつもりはない。信じがたいと思うがな。ええ、そうですね。その時まだ触れたままのレイちゃんの体がかすかに震えているのに気がついた。その瞳には涙が潤んでいる。俺の言葉に何か至らない点でもあっただろうか。彼女を怯えさせるような言葉が何か。今の俺にはそれを正確に判断することもできない。ひろとくん、大きな声を出したごめん。びっくりした。ううん。さ、とりあえず帰ろう。ご飯が待ってる。ううん、そうじゃなくてね、あのね。ん？ありがとう。ひろとくん、レウのこと心配してくれてるんだよね。ああ、そうだよ。でもね、レウ、大丈夫だから。え？レウ、こんなの、へっちゃらだから。だから、そんなに怒らないで。ね？レウちゃん、そんな気を使う必要なんかないんだよ。ううん、違うよ。疲れ切っているはずなのに、安心させようと無理に笑顔を作り、彼女は俺に微笑みかけた。その動作の一つ一つがあまりも弱々しかったからか、逆に胸に鋭いものが突き刺さるような感覚に襲われる。レウちゃん。レウね、これでも目標ができたんだよ。目標？うん、それはね、今ここで頑張ってお兄ちゃんに会うの。それがね、レウの目標なの。一瞬息が詰まった。彼女の目標、それは渡瀬恭介と再会すること。未だ彼女と出会う意思を示してこない彼女最愛の男レウちゃんは、そのお兄ちゃんに会うことを望んでいる。今さら真新しい目標でもなく、まあ最初から聞いていた話でもあった。でも胸が痛い。それは会いたい人にも会えないレウちゃんの恋心に対する同情かもしれない。それは嘘だと心のどこかに叫ぶ声がしたが、無理に押さえつける。無理やりか。少なくとも彼女は最初に決心した自分のささやかな願いにすがって生きている。
それしか自分には方法がないかのように。そんな彼女の声に触れて、俺は少し痛んだ。ヒロト君？あ、そうだね。レオちゃんは最初からお兄ちゃんに会うために頑張ってるんだったね。そうだよ。ヒロト君、忘れちゃってた？うん。ちょっとだけ忘れてた。もう、ダメだよ、忘れちゃ。だからね、レオね、頑張れるの。それでね、これが終わったら、お兄ちゃんになでなでしてもらうの。そっか。だから、レオのことは大丈夫。今よりもっと頑張れるから。だから、レオをあんまり困らせちゃダメ。ね。彼女の求めているのは未来へと繋がる希望だ。あ、繋がる生きる希望だ。そこに俺の姿はない。彼女の保護者である渡良瀬京介。そんな名前の男だった。おじいちゃん。なんだ？また明日ね。レウ、もっと頑張るから。すまないな。いつもお前には苦労させてな。そんなことないよ。レウは大丈夫。レウちゃん。はい、レウ。ん？レウちゃんはゆっくりと目を閉じていった。スタッフが慌てて駆け寄って様子を見る。そして体力を使いすぎて眠ってるだけだと極めてでいいのかな？極めて事務局に行った。決めてなのかわかんないですけど、まあ間違えてたらごめんなさい。しもり君、聞いての通りだ。一応聞いておきたいのだが、はあ、明日も今日の続きをしたいんだが。どうして俺にお伺いを立てるんです？君はすでに当事者だ。意見を聞きたい。俺はレウちゃんの意思を尊重するだけです。そうか、ありがとう。いえ、明日も今日の失敗をもとに方法を変えてアプローチを行う。明日こそ彼女のペルソナを剥がして本心に到達しようと思う。可能ですか？本当に。私もこれ以上彼女の苦痛を先延ばしさせたくない。君と考えは一緒だ。全てが解決したらレウちゃんは一体どうなるんですか？それは京介次第だ。あいつが彼女を拒否したらその時に考えることにしている。そうですか。その時は個人的な意見だが、しもり君。何かの希望とともに老人は俺に視線を向ける。しかしそれを俺は手で制した。そして自分でも完全に認めがたい思いを口にした。それは彼女次第ですよ。そうか、そうだな。帰ります。また明日の朝。いや、残酷だよな。レウちゃんの望む未来に俺はいないんだから。俺は彼女に服を着せてあげた。肌は白く、滑らかで傷一つない。その美しさは彼女が紛れもなく自然の摂理によって生み出された存在でないことを証明している。人間のある種の意図を持って生み出された異質な美。あと、ほんの少しでも非人間的なところがあれば、作り物めいてさえ見えるだろう。でも、レウちゃんはその外見とは違い、あまりにも人間臭かった。ただ、一人の女の子は、その小さな希望にすがる姿は、この古びた倉庫にいる俺以外の誰もが抱いている印象を否定するのに十分なものだった。そしてそれは、俺の胸を締め付ける。彼女のけなげな姿に、底知れぬ感情を抱く。このあまりにも美しい体と、無垢な心が、なぜここまで苦しめられなければならないのか。その理不尽さに、俺はやり場のない憤りも感じていた。誰に対して？レウちゃんに苦痛を与える渡良瀬京平に？彼女の願いに応える様子のない、この世界のどっかにいる渡良瀬京介に？それとも、あまりにも無力な自分自身にか？俺は彼女の体を背負い、見守る渡良瀬親子に黙礼をして、気な臭い匂いが立ち込める空間から外に出た。満天の星空だった。新月は自分の存在が今日だけは不釣り合いだと自覚しているのか、その姿を見せることはない。無数の星の淡い光が優しく俺たちを照らし出す。倉庫の前でそんな風に
しばらく空を見上げ、そんな風にしばらく空を見上げ、小さくため息をついて歩き出した。風かなと一瞬思ったんだけど、レウちゃんの体は軽い。彼女は俺の背中でゆっくりと寝息を立っていた。その息が俺の首筋をくすぐる。そしてその寝息のリズムとシンクロするように、彼女の鼓動を背中に感じる。それはまさに、レウちゃんは自分はここで生きているよと俺にメッセージを投げかけているような、そんな気がした。レウちゃんは生きる希望を失っていない。自分がなぜここで生きているか、その目的を自覚しながら、彼女の眼前に待ち構える苦痛に耐えようと、その覚悟を抱いている。俺はそんな彼女に対して応援することしかできない。悲しく、辛いことではあるが、レウちゃんの前では俺は無力だ。残酷だよな、本当に。で、結局大丈夫だったんかな？家帰って、まあ、あ、もう、お！今日もみんな早起き、いいことです。そういえばなんか久しぶりだな、このワンツードーンは。というわけで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。